パピパピキャッ。青、oh, ピンクのパンツ、yeah. Yeah. Oh, ピンクのパンツ、oh. ピンクのパンツ、yeah. するって言ったじゃん、逃げないって言ったじゃん。この作品は大学の卒業制作として制作したんですけど、結構アニメーションは作るときは一人で部屋にこもってやるんですけど、こうやって発表させていただける場所があったり、見てくださる方がいるっていうのが次の作品を作るのにもすごいモチベーションになります。一番伝えたいのは想像することの楽しさっていうのを伝えたいなっていうふうに思いました。それぞれのキャラクターの行動がどんどんつながっていくんですけど、できるだけその想像をしているものと違うつながり方でやろうと思って、できるだけ見てる人を驚かせたいなっていう気持ちでああいう形になりました。キャラクターの表情とかに特にこだわって、よくアニメーションはよく口がパクパクしてるのが多いと思うんですけど、できるだけ口もセリフに合わせたりとか、まばたきとかシワとかそういうのにこだわって制作しました。いけるかなと思ってしまった時はそれって何かありますあ、でも基本どのキャラクターも一回自分が演じてそれを動画に撮ってそれを参考にしながら描いてるので、多分全部私が微妙に似てるかもしれないです。そうですね、見てくれてる人の日常がちょっとでも楽しくなるようなきっかけになるような作品になれたらいいなっていうのと、その個人制作のアニメーションってやっぱりまだ若い人とか全然見られてないと思うので、それを見るきっかけになるようなものになったらいいなっていうふうに思ってます。